どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、34丁前ペンステーションの向かいにいます。ペンステーションなんですけども、あそこに黒い看板でペンステーションって書いてあるの見えますでしょうか。で、ペンステーションの入り口はですね、すごいいろんなところにペンステーションって書いてあって、ちょっと分かりづらいかと思うんですけども、この建物を目印にしてもらって行かれると分かりやすいんじゃないかなと思います。で、今ね、ここから、ニューアーク空港に電車で行っています。そちらのね、行き方というのはね、ニュージャージートランジットとエアトレインを、利用して行く感じとなりますので、今回ねそちらの行き方っていうのをね紹介できたらなと思います。それでは行きます。ニューアーク空港までの行き方なんですけども、JFK 同様にですね、タクシー、あとウーバー、もしくは、高速バス3つがありますけども、こちらがね一番値段が安いので、そういう意味ではねおすすめとなっております。で、日本からですね、ニューアーク空港もユナイテッド航空が直行便出しておりますので、HIS とかツアー系で来た場合、ユナイテッド航空の、ね、飛行機の場合ももちろんありますので、その時はニューアーク空港発着となりますので、そこからねマンハッタンに来なければなられませんので、そういう意味ではね、もしニューアーク空港利用の場合はね、ぜひこちらを参考にしてみてください。今中に入ってメインロビーに来ております。すごい人ですね。で、まず、ニュージャージートランジットっていうのに乗ってニューアーク空港を目指します。それでは行きます。ペンステーションもすごいですね。ここは長距離列車とかもね走らせてる駅なので、すごい人となっておりますね。ニュージャージートランジット上にありますね。ジャージートランジットここですね。で、ここにニュージャージートランジットのインフォメーションがあります。で、今いるのがここなんですよね。で、ニューアーク空港が、ここですね。ニューアーク空港で、ここがペンステーションなんで、これで、ニュージャージートランジット乗ってきます。で、ニューアークのペンステーションで乗り換えます。ニューアークの、ここはニューヨークのペンステーション、こちらニューアークのペンステーションですね。で、ここに乗り換えて、これですね、ニューアークリバティで、エアトレインでターミナルに行くっていう感じです。ちょっと分かりづらいんですけども、実際に行ってみればね、そんなに難しくないんで、ひとまず乗り換えがあることだけ押さえておいてください。あと、ニューヨークのペンステーションとニューアークのペンステーション、2つありますんで、そこだけ気をつけてください。
程ではですね、こちらニュージャージートランジットチケットってところでチケットを買います。で、ニュージャージートランジットレンジで、ニューアークインターナショナルエアポートで、ワンウェイアダルト、こっちは大人一人ですね。で、キャッシュかクレジットかデビットカードを買います。で、私はクレジットで買います。で、クレジットで買います。シートとチケットがもらえます。で、これで乗っていきます。それでは行ってみましょう。で、もう一回マップのところに行きました。1人13ドル、大人1人13ドルですね。で、ここからニュージャージートランジットに乗ってここまで行くわけですけども、ですね、こう走ってる電車ですので、黄色、赤、ブルー、まあどれでもね大丈夫ですので、まあ行き先はこういうエイドリーラインだったり、ノースコーストカリタ、ノースジャージーコーストライン、まあどれでもね、まあ、これニューアークのペンステーションには止まりますんで大丈夫です。まあ先ほど乗り換えがあるって言ったのは、この黄色い電車に乗っちゃうとニューアークに着かないんですよね。だからこのブルーと赤の電車であれば乗り換えは必要ないっていう感じですね。それでは行ってみたいと思います。こんな感じで次に出る電車が乗ってます。今ね9時52分で、10時7分にね1番目のロングブラッシック SAC、まあ、飛行機のマーク書いてありますね、あれに乗っていきたいと思います。で、ね、今待合室はこんな感じとなっております。すごい人で賑わっています。多分トラック番号は決まった瞬間に皆さん移動するみたいな感じだと思います。あと10分15分で出発なんですけども、まだ決まんないみたいですね。ちょっとここで待ちたいと思います。今ね、トラックが発表されました。1番ということで行ってみます。一気に人の流れがね、一気にブワーっていきますね。まあ、ここまではっきりしてると逆に分かりやすいかもしれないですね。で、こちらが乗り場になってます。で、今回はトラック1でしたので、このトラック1ですね、乗っていきたいと思います。いや、正直こんなに利用率が高いとは思ってなかったですね。私の印象としてはもっと高速バス、あとウーバーとかね、そういうタクシー利用が多いと思ったんですけども、思った以上に電車の利用の方もね、多いみたいですね。それでは乗っていきたいと思います。これがニュージャージートランジットの電車です。またメトロと違っていいですよね。これはどうやら満席が予想されますね、この人の量だと。
座席は決まってませんので自由席でね行く感じとなります。まあそこまでね、座席が空いてます。空いてますね。座ってみました。見えますかね。駅員さんが一人ずつねチケットを切っています。このデジタル社会でね、まさかと思うんですけど、改札もなければゲートもありませんので、やっぱりこうしないとダメなんでしょうね。で、私が先ほど座った席はですね、どうやら優先席だったみたいで、ちょっと私も恥ずかしく全然気づかなかったので、ちょっと気づいて移動しました。で、チケットを切られるとね、こんな感じで見えますかね、チケットに穴が開きます。それはね、30分ぐらいですかね、今日は最高峰まで、ね、しばらく乗っていたいと思います。まあでもこんだけスーツケース等々で、ね、持ってる人がすごい多いので、まあ周りに合わせたらっつったらあれなんですけども、まあ分かりやすいとは思うんですよね、電車まで乗ってしまうと。まあ一応ねそれも頭に一つ入れておいて、利用してみてはいかがですかっていう感じですね。それではしばらく待ってます。電車みたいな感じなのかなと思ったら全然です。空席目立つまでいかないですけども、一人の場合だったら全然席は見つけることができるぐらい、2席連続で空いてるところはないかなという感じなんですけども、ほぼね1席ぐらいは全然見つけられるぐらいの混雑率となっています。今ちょうど外、地下から外に出たんで、ちょっとね、窓ガラスがだいぶ汚れてるんで、綺麗に映ってないかもしれないですけども、これがニュージャージーの街並みですね。実はというわけじゃないんですけども、ニューヨークに来る際に、ニュージャージー側、マンハッタンのこの川挟んだ一つ目の、リンカンハーバーとかそっちの方のホテルはですね、ニューヨークから、まあ、電車バスとかでね一駅とかにあるんですけども、それでもね州が違うんで、タバコはすごい安いので、すごいっつってもあれですけども、でもマンハッタンのホテルに比べるとねだいぶ安上がりになりますんで、そういう意味では結構このニュージャージー側っていうホテルはね、ニューヨーク観光に来られる方でおすすめとなっております。まあ、初めてっていう方はねちょっとやめた方がいいかもしれないですけども、まあ、2回目とかでねちょっと今まで雰囲気違うな、違うところに泊まりたいっていうのがあればね、ぜひおすすめとなっております。皆さん混乱してますね。ここがニューアークのスペースですね。で、次のここがニューアークのペンステーションで、出発したのがニューヨークのペンステーションなんですよね。で、ここもですね、乗り換える人が結構多いので、でね、でスーツケースとかで持ってる人結構降りたりするんです。大変で、スーツケースとかもね、持って移動する人も結構いますので、気をつけてください。で、店員の人もね、聞かれすぎてね、だいぶ感情的になってるみたいで、次の駅だ、次の駅だって言ってるので、ちょっと残念ですけども、そんな感じの対応となっています。まあ、多分相当聞かれまくってるんでしょうね。確かに分かりづらいのは間違いないですね。
もうちょっと伝言掲示板とかでね、あれはいいんですけど、電車の中にね、次はどこどこみたいな表示もありませんし、頼るのは人しかないんで、周りの人に聞いてる人もいれば、確保してる係員の人に聞いてる人もいます。ひどくなったんですけど、今の店員さん本当に怒鳴り返すぐらいありましたね。電車叩きながらネクストネクストネクストって言ってますよね。せっかくだったらもうちょっとね、もうちょっとマシな対応してほしいですね。残念です。ではそろそろニューヨーク空港に到着します。ここから、ね、空港のエアトレインというのに乗り換えて、ね、ターミナル方にも行きます。大丈夫かなと思うと思うんですけども、あそこを見ていただければニューアークインターナショナルって書いてありますね。ですので、ここからこのエアトレインというターミナル、エアトレインでターミナルの方に向かうという感じですね。なぜか下りのエレベーターしかやってない。皆さんスーツケースを持ってダッシュしてますね。これはどうにかしてほしい。逆じゃないかと思うんですけど、なんか意図があってなってる。エレベーターももちろんあると思うんですけど、これはちょっと怖いですね。
通ります。Right on. Wait, get out of here.チケットを、ね、空港に着くまで絶対なくさないようにしてください、ね、それでエアトレインで行くこれですね、エアトレインだ風かくも空港のエレベーターが稼働しています。さっきのは結構いいやつなんですそれではね、このエアトリンが来るまでちょっと待ちたいと思います。それでは列車が来ましたので乗りたいと思います。パンパンです。¿Puedes volver a Nueva York? ¿Sí? ¿Un poquito de tiempo? ¿7 horas? ¿A ti te puedes volver a Nueva York?
次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。